だいたい10秒でわかる前回のラスジ。というわけで今回は目を作ります。が、ダメ。何の成果も得られませんでした。次はテスト用のボディを作ってみようと思います。どうも、アンペロボルタです。今回は試作版ロボのボディを作ります。まずは設定。今のところ搭載するものの中で一番大きいのは電池ボックスなので、胴体の大きさは電池ボックスを基準にします。単三電池を使う予定で、この四角が電池ボックスです。足は2個のモーターを使って前後や上下に動かせるようにします。印刷。でかい。小さい電池ボックスを使うことにして幅を小さく、後肩も動くようにしよう。これくらいかな。最初の胴体と比較してみるとこんな感じです。電池ボックスを 4×1 から 2×2 のものに変えて細くしました。続いて足の印刷。ということで先発の印刷完了。いや、追加の印刷で13時間くらいかかっちゃったな。もう少し大きさをイメージしやすくなるような方法を考えてみよう。足のパーツはこんな感じでくっつけていきます。この足のパーツの曲げ方は要改善かな。接着はいつもの接着剤を使います。ぬりぬり。位置を合わせて貼り合わせ。パーツ同士が溶けてくっつきます。別のパーツもくっつけて、モーターブラケット用に軸をつけます。あとゴムパーツにネジを通して、それを2つ準備。足先にゴムパッツをつけます。今回はひづめみたいにしていますが、理由は後で話します。このパーツにサーボモーターを取り付けるんですが、今回も MG92D を使います。このモーターは比較的に安めですが、まあまあなトルクが出ます。安いと言っても1000円くらいしますが。そしてギアは金属の歯車なのだ。メタル、いや、なので壊れにくいです。モーターを取り付けて、サーボホーンに穴を開けて形を整えて、モーターに取り付け、肩パーツも同じように組み立てて、あとはモーターブラケットの軸毛部分に金具を取り付けて、軸が当たる部分を補強します。軸部分にグリースを塗って、モーターブラケットの軸毛に差し込んで、サーボホーンをネジで固定。同じように肩パーツも組み付けたら、足が完成。これを4本作ります。ボディの軸毛部分にも金具を取り付けて、さっきの足をそれぞれ取り付けたら完成。一応形にはなったかな。ちなみに足先をひづめ型にした理由ですが、奥のボディと同じで1本の足で2点を設置できるので安定性が増すかなと。動いてなければ2本足でもこんな感じで自立します。サーボモーター用のコネクタと配線も作ったので接続。あ、前回ニコニコ動画でハンダボテの小手先をコメントで教えてくれた方、ありがとうございました。早速買ってみたので、今度細かいハンダ付けをするときに使ってみます。サーボモーターもつないで、ラズパイに接続。これでセットアップが完了。動くように Python で簡単にプログラミングもしました。じゃあ
動かします。スタンドアップ、なんか危なかったけどちゃんと立った。で、さすがに歩行モーションを組み込むのは時間がかかりそうなので、他のそれっぽい動きを組み込んでみました。いきます。お座り、お座り、お座り。なんか可愛い、犬っぽいな。マニキュレーターとかいいから尻尾をつけようかな。触覚センサーとかもつけてみたり。湿気取り乱しました。とりあえずこれでロボのテストができそうです。次は歩行モーションとかを組み込んでみようかな。今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。